こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今週は嬉野市消防団入隊団式の話題、ゆつらくん健康体操完成披露会の話題など盛りだくさんでお届けします。それではどうぞ。4月5日日曜日、嬉野市体育館で嬉野市消防団入隊団式が行われました。今年は団員628名が参加し、新入団者145名および退団者142名を迎え開催されました。式典では各役員、部長および入団者への辞令交付が行われ、入団員を代表して山口拓也団員が新入団員宣誓を行いました。地方自治の本旨および消防関係法令を厳守し、全体の奉仕者として社会公共の福祉のため誠実かつ公正に職務を遂行することを固く誓います。社長、今村秀夫殿、あなたは嬉野市消防団員として多年にわたり消防の職務に精錬され、地域の安全安心に尽力されました功績は誠に顕著であります。閉式後、団員の皆さんにより花道が作られ、拍手の中退団される皆さんが見送られました。はい、ちょっと消防団としてまたこれからちょっと気を引き締めて頑張っていきたいなと思いました。ちょっとまだまだ慣れない、まだちょっとわからないことが多いんですが、これからもっと消防団の活動にも慣れて市民のために頑張っていきたいと思います。4月10日金曜日、塩田小学校の体育館で交通安全教室が開かれました。これは毎年小学1年生を対象に市内の各小学校で開かれています。参加したのは前日入学したばかりの新1年生19人です。警察官からの説明を真剣に聞き、質問には元気いっぱい答えていました。その後、信号機のない横断歩道と信号機のある横断歩道の渡り方を学び、みんなで実践しました。皆さん、学んだことをしっかり実践して安全に登校してくださいね。そしてドライバーの皆さん、安全運転を心がけましょう。塩田駐在所の坂井と申します。新入学生の入学の時期となりました。子どもたちにはしっかり交通ルールを守ってもらい、私も一生懸命、交通事故の絶命を期して頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。4月13日月曜日、嬉野市社会文化会館リバティでゆっつらくん健康体操完成披露会が行われました。これは市民の健康増進を図り、地域の活性化を目的として親しみやすく覚えやすい健康体操を作成したものです。嬉野市が連携協定を締結している佐賀女子短期大学の全面的協力により作成したもので、嬉野温泉の公式キャラクターゆつらくんの動きをイメージした楽しい健康体操と明るい曲が完成しました。ゆつらくんや佐賀女子短期大学の学生、塩田中学校の生徒によるお披露目が行われました。
日くらいでとても簡単だったのですぐ覚えました。踊ってみてとても楽しかったです。みんなも踊ってね。平成27年度第1回嬉野市就学相談のお知らせです。来年度小学校または中学校に進学されるお子様を対象に第1回嬉野市就学相談を行います。就学相談とは、言葉や発達に遅れがある、聞こえ方や見え方に困り感がある、強いこだわりがあって同年代の子とうまく遊べない、読み書きがうまくできない、手足が不自由である、病気がちである、など就学について不安を持っておられる保護者の方に対して、子どもの教育を専門にしている学識経験者や教職員が相談に応じます。相談時間は45分程度で、お子さんのご家庭での様子や保護者の方のご意見を伺います。またより良い支援のために必要な情報の提供を行います。引き続き相談が必要な場合には第2回目の相談会についてご案内いたします。第2回の相談は8月下旬に予定しています。この就学相談の結果を踏まえて、保護者の方と教育委員会及び関係学校でお子さんにふさわしい学びの場について考えていきます。相談日時は平成27年6月2日火曜日午前9時から午後5時までとなっています。場所は嬉野市中央公民館塩田公民館の2階になります。お申し込みはお子様が通っていらっしゃる学校、幼稚園または保育所等を通じて、直接または教育委員会へお待ちください。またご家庭で保育されている場合には、直接教育委員会の方へお申し込みください。お申し込み用紙については嬉野市教育委員会のホームページからもダウンロードできます。申し込み期限は平成27年5月8日金曜日となっています。お早めにお申し込みください。なお、お申し込み後日程調整をいたしまして、相談時間等については直接お知らせいたします。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。以上、学校教育課からのお知らせでした。